はい、皆様お疲れ様でございます。やっと今日もこの時が来ちゃいました来ちゃいました。飲んでいこうと思うんですが、先日視聴者様からぜひこのウイスキーが手持ちであればレビューくださいということだったんですけど、私も手持ちはなかったんですけど、もう本当に気になってたウイスキーの一つで、まあこのタイミングでちょうど良かったなと思って、そんなに高いウイスキーじゃなかったので慌てて今日買いに行きました。はい、そのウイスキーはオールドクローバーボンですね。松田優作さんがこよなく愛したウイスキーになります。なんかこう死ぬ直前でもバーに行って自分のマイボトルでおろして、このオールドクロー、生涯このオールドクローしか飲まなかったという逸話もあるぐらい大好きなウイスキーだったそうです。今はオールドクローはジムビームの会社が所有してるんですかね。はい、飲んでいきましょう。久しぶりかな、バーボン。このなんかキャップがジムビーム風ですね、プラスチックのこのキャップが。まあ本当はロックとかのがいいのかな。まあでも私はハイボールですね。はい、あー、バーボンだ。あ、ちょっとバーボンなんだけど、おー、結構ツーンとくるな、アルコール感が。あ、ちょっと置いたんだかな、最初ツーンときたんですけど、じゃあ召し上がろうと思います。こうバニラ感とそれからこうグレーンの甘みはすごいあるなと思うんですけど、やっぱり最後にこう舌にこうツンとくるような感じがキュッとこう残るかな。はい、これをじゃあ、ハイボールにした時にどうなりますか。あ、でもあれかな、意外とこれストレートも私いけるかもしれない。味がなんか後からこうグッと出てきたような感じ。飲んだ瞬間からこう余韻がすごいいいですね。でですね、40% ですね、グレーンモルトということで、ケンタッキーのウイスキーなんで、バーボン、正真正銘のバーボンでございます。はい、なんだ、あ、炭酸、よし。さあどうですかね。いいですね、この1000円中盤ぐらいの、税込み中盤ぐらいのウイスキーがやっぱりこう日々飲めていいですね。よいしょ。はい、では松田優作さんがこよなく愛したバーボンウイスキーオールドクロー飲んでいこうと思います。あ、香りはそこまでバーボン感、でも、あ、後ろになんかすごいなんかこうフルーティー感がわかる。はい、ではいただきます。
間、今日もお疲れ様でございました。乾杯。わよひどい。あ、ちょっと濃いめの方がいいな、これ美味しい。いつも30ミリ入れてるんですけど、今で言ったら、まあ、45まではいかないかな、40超えぐらいの量だと思います。いやー、でもこれバーボン、もうあのウイスキーの知らない方が飲んだら、これバーボンなの、まあバーボンなんですけど、味もあの、いつも飲み慣れてる方はバーボンと思うんですけど、あのどうなのかなっていう感じぐらい飲みやすいですね。バーボン初心者でも全然いけると思います、これ。甘みごっついな、これ。うわ、最初全然感じなかったけど、結構こう甘みがガツンときますね。これは初心者なんぼでもいけそうですね。はい、じゃあ今日のつまみは、久しぶりだな、ししゃもさんでござりやす。皆さん、ししゃもは何をつけて食べますか？私はオーソドックスなのかな、マヨネーズ、醤油、すいません、すいません、一味を、これは七味、あ、これか、一味、あ、一味、あ、こちらでいいです。辛めの方がいいです。一味を、辛いよな、ごめん。シャモは皆さん何でいきます？醤油が混ざらん、分離する。はい、いただきます。何いきますって聞いただけ。うん、うまっ、おいしい。うん、うまっ。あ、シャモにかけようと思ってたグリーンレモンを忘れてた。ちょっと今からかけます。食べます。忘れてた。あ、うまいわ。レモンのさっぱり感でめちゃくちゃ美味しくなってる。うん、おるところうまい。今日も疲れが取れました。いきますよ、昨日も今日も明日もうまい。